1999年、あのオロチとの激闘から2年、キングオブファイターズは新たな局面を迎えようとしていた。再び長い眠りについたオロチ、地球医師に代わり、世界に新しい秩序をもたらす者たちの出現。しかし彼らの唱える秩序とは、武力による世界支配に他ならなかった。自らをネスと名乗る彼らは世界規模の巨大秘密結社であり、その彼らの手によってザ・キング・オブ・ファイターズ99が開催されようとしていた。初めてその存在が明らかになった秘密結社ネスツ。彼らは1997年、オロチを倒した草薙京を捕獲し、その遺伝子で開発されたクローンで全世界制圧に乗り出す。プロジェクトクリザリッドと呼ばれるこの計画は、キングオブファイターズを利用することで完遂されるはずだったが、格闘家たちの活躍で失敗に終わり、ネスツは表舞台から姿を消したかに見えた。しかしその裏では次なるプロジェクト00が始動しつつあった。ここはどこ？この人たちは誰？私の友達はどこへ行ったの？この人が消えだし、なんだかみんなどこか話しそう。このウィップはネスツによって改造されたサイボーグです。そしてこのマキシマもまたネスツにクローンを起こしたサイボーグの一人です。どうして戦っているの？ねえ、どうしてなの？こんなに痛い思いして何のために？それは彼らに与えられた運命だからです。戦うために生まれてきたサイボーグ、そしてまたあなたも。そう、またあの声が。一体誰なんだ？ケイラッシュ、聞こえる？お願い、ここから出して。2000年、予定通り開催されたキングオブファイターズだったが、その裏にはまたしてもネスツの姿があった。未知数の新たな参戦者たち、果たして彼らもネスツの一員なのか。組織の真の狙いを暴くべく、ケイダッシュやマキシマたちは再び戦いの渦に身を投じていくのだった。俺、こんな奴ら俺一人で十分だ。こうして順当に勝ち上がり、徐々にネスツの真相に迫るケイダッシュたち。だがそれとは裏腹に、プロジェクト00は水面下で着々と進行していた。果たしてプロジェクト00とは一体何なのか。ようやくボスの登場か。ケイダッシュ、あなたの声聞こえる？どうやらこのゼロという男はネスツを裏切り、自らの野望のためゼロキャノンを呼ばい起動させようとしています。ゼロはネスツもろとも世界各国を攻撃するつもりです。ケイダッシュ、ゼロを倒すだけじゃダメ、ゼロキャノンを止めなきゃ。俺たちを利用するとはな、ふざけやがって。俺一人で十分だ。ラウンド1ファイト。シッツウェイ、いくわよ。怒りの頂点に達したケイダッシュは、その凄まじいパワーでゼロを倒したのだが、こいつ最後まで悪あがきを。ケイダッシュ、逃げて。誰だ？ゼロキャノンが爆発する。結局衛星軌道上に配備された20機余りのゼロキャノンは
何者かの工作により誤作動の後全て自爆し、ゼロの企みも阻止された。だがゼロを倒したことで手がかりを失った K' は記憶を取り戻すことはできなかった。ゼロキャノンの消滅によりプロジェクト00は終焉を迎えたが、ネッスの野望は衰えることなどなかった。ゼロの裏切りというアクシデントに見舞われたにもかかわらず、彼らは新世界創造を完遂させるため三度キングオブファイターズに魔の手を伸ばし総力戦を仕掛けてくるのだった。ネッスによって作り出された K' たちはその呪われた運命に終止符を打つべく最後の戦いに臨むのであった。キングオブファイターズを戦い抜いた K' たちはついにネッス総本部へたどり着いたのだった。フン、また出やがったか。くだらない、秒殺してやる。ケダッシュ、気をつけて。以前直したゼロはクローンだったの。彼が本物のゼロよ。なんだと。それよりお前は誰なんだ。一体どこから話している。ゼロとの壮絶な戦いの末、相当イグニスまでたどり着いた K' たちだったが、そこで驚愕の事実を知らされる。イグニスは自らが新世界の神となるためだけに K' たちをモルモット代わりに改造実験を繰り返してきたのだ。そして今ここにイグニスと対峙していることさえ新世界創造の道具として使われているに過ぎなかったのだ。絶対に許さねえ。ケダッシュ、お願い、イグニスを倒して。でなきゃ私たちのような、いえ、もっとひどいことが繰り返されるだけ。の野郎、すべてをここで終わらせてやる。ネッスの真相を知ったケダッシュはその怒りの全パワーをイグニスに向けて解き放った。記憶とともに呼び覚まされたその衝撃は忌まわしい過去への最後の一撃となってイグニスの野望に終止符を打ったのであった。K ダッシュ、ありがとう。お前は？私はクーラ。あの声はお前だったのか。お前も俺と同じ。そう、私たちはイグニスに利用されるためだけに作られた細胞。だがこれからは違う。俺たちは生まれ変わったんだ。新しい時を刻むために。こうして秘密結社ネッスとイグニスの野望は消滅した。しかしネッスによって生み出された K' たちにとって本当の戦いはこれからなのかもしれない。奪われてしまった時を取り戻すために。